はい、じゃあ今日は、まあ、そろそろ夏もですねかなり本番になって今日もすっごい暑かったんでね、うちが使ってる扇風機っていうのがちょっと3つあるのでこの3つの扇風機を紹介していきたいと思います。はい、それでは部屋のゆかづく始まります。まあ、俺一人だけど秋はカメラ撮ってます。知ってるよみんな。じゃあまず一つ目がこれ今ノアたちが使ってた扇風機、これがマキタの扇風機 でこの扇風機は多分一番風量強いよね。強い、めっちゃ強いもんね、うん、この扇風機は大体ノアたちが使ってるよね、うん、で風量がこれめっちゃ強くてバッテリーがついてるので、まあ、かなり強力な扇風機として使えます。じゃあ風量試してみる、うん、じゃあまずちょっとマキタの風量試してみたいと思います。風量が弱、中、強であって、うん、まず弱から試していきます。いるの分かりやすいこれこの感じ分かるかなちょっと分かるからね。ノアが心配してるよ。実験にされてるっていうのノアが心配してる。じゃあ中、中いきまーす。じゃあ今日。なんだった。かなり強いでしょこれ。伝わるかなこれ。ちょっと。はい、一応こんな感じで風量はマックスだとかなり強いよねこれね。だからこれは一番涼しくしたい時に使うんで、なんとか L に使ってるね、うん、ほとんどうちらに使うことはあんまないもんね、うん、ついにモデルデビューだね。 L はモデルデビューするの。待ってて。はい、じゃあ次の扇風機いきます。2台目です。持ってきます。これがビッグマンっていうメーカーの扇風機で、なんかね工場とかで使ってる扇風機みたいなんだよね、うんうん、でこれもホームセンターで一応買ってるんだけど、でこれも充電式で使えます。でこれは風量が無段階になるので、まあ、自分で何段階無段階ちょっとこれも風量を確認する、うん、じゃあ行くよ、うん、これね本当に弱くできるんだよね。逆に、うん、さっきのマキタは、うん、強いのが良かったけど、うん、これはすっごく弱い風もできるから、うん、それがかなり重宝する、うん、弱そよ風レベルね、うんうん、でこれをじゃあ中ぐらいにしようかな、真ん中にすると、うん、そんなにでも言ってもね強くないよね。うん、そうだね、うん、じゃあ強にするよ、もう最大。あ、いきなり強い。雨が台風ばりに涼しいで。涼しいでしょ、音もすごいね、これね、うん、さっきのマキタの扇風機は本当に人に当てたり、うん、まあ、ワンコに当てたりするのが一番使い道としてはいいんだけど、うん、このビッグマンの扇風機はテントの中で循環させるのとかにはこれもすごく向いてる扇風機なんだよね、うん、だからこれはこれでテント内とか、あとはノアとかエル、うちね2個扇風機当ててるもんね、うん、2人に、うんうん、だそういうのとしてはサブで使うにはこれはめちゃくちゃいい扇風機だと思います、うん、じゃあこれが3つ目で、これは今日初なんだよね、使ったのがね、うん、でこれは3段階の風量で、弱い
と思いきや意外と強かったよね。強かった、ね、びっくりしたね。じゃあこれも電源入れてみようか。これもね5000円ぐらいだったもんね、うん、これが弱。今ついてんの？うん、弱。弱はこんな感じちょっと弱弱弱いでしょ、うん、じゃあ中ね。こんな感じじゃあ強ね。こんな感じ、うん、結構強いよね。もうちょっとなんか、うん、エル笑ってほしいけどエルも辛い、うん、で自動の首振りがついてるからうちはねこれ良かったんだよね。エル嫌になっちゃった、うん、じゃあエルは一回ちょっと退散します。はい、あ、エルちゃん、エルほらありがとうございましたエルちゃん、エルご協力ありがとう。ありがとうございましたエルちゃん、エルちゃんありがとうございました。いつもご協力、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ退散お願いします。エル、はい、ちゃんバイバイ。バイバイって。はい、じゃあ今回紹介させていただいた扇風機この3つになるんですけど、まずこのマキタ、まあ、使用シーンとしてはうちはワンコに使ってるんですけど、一番これ風が強いので、まあ、本当にこれが一番メインとして使う、まあ、損はないかなと思う扇風機です。次にサブとして使うんだったらテント内とかも使える、これがいいよね、うん、で3つ目はこれは多分テーブルの上とかに置いて使う分にはめっちゃいい扇風機だね。コンパクトだしね。一応メリットから言うとマキタがこれコンパクトなのに大風量で自動首振りの機能がついているっていうのがまずメリット。でもデメリットは本体はこれは安いんだけどこのバッテリーが値段が高いっていうのがちょっとデメリットかなと思います。はい、ジャンヌはもううるさいんで登場します吠えてばっかりいるので、ね、ずっと吠えてからね。で一応自動首振りがこれもできるので、さっきね説明すればよかったね、うん、一応首振り機能がこれついていて、こんな感じで自動で首振りがします。そしてこれタイマー機能もついてます。であとは上下にこれ調整ができるので、横のロックボタンを押して角度が調整できるんだよね。だ結構いろんな角度にできるっていうのと、あと自動首振りして、まあ、風が強いっていうのが多分一番のメリットかなと思います。だ本当に涼しさを求めるんだったら多分この扇風機が一番ベストだとうちは思います。このビッグマン、ビッグマンの方だとメリットとしてはメリットとしては一応大容量のリチウムイオンバッテリー搭載で、まあ、長時間運転ができますよというところと、まあ、最大風量にするとかなり強いので、まあ、無段階調整ができて、まあ、弱い風も送れるっていうのがこれ特徴としていいと思います。だからテント内とかで使うにはマキタだとこれ弱結構強いんだよね、風量がね。そうだね、うん、でもこっちだったらかなりの微風が出せるんで、まあ、本当にちょっと寒いけどサーキュレーションとして使いたいとかそういうのもこれは使えて、さらに風量を強めれば涼しくもできるっていうのがメリットになります。でデメリットとしては、まあ、とにかくこれ自体が大きいっていうのが、まあ、デメリット、まあ、使いやすいよね。でもね、はい、じゃあ次3つ目、さっきのこのテーブルに置くやつですね。これが、まあ、メリットとしては一番はやっぱりコンパクト、テーブルなどに置いても邪魔にならないっていうところと、あとは
まあ、デザイン的にも人気のある扇風機に似てるね、それもメリットかなと思います。でデメリットとしては、まあ、風量弱めなので、まあ、この大きさにしては結構強いかなとは思うんだけど、まあ、とは言ってもね、マキタとかと比べるとだいぶ風量弱めになっちゃうので、うん、まあ、その辺は、まあ、メインとしてはちょっと使いづらいかなとは思います。あとは間近じゃないとちょっと風が届かないっていうところもあるので、まあちょっとテーブルの上とかで自分に当てる分にはいいかもしれないんだけど、まあ、ちょっと遠くから飛ばそうと思うとちょっと厳しいかなっていう感じがするよね。はい、ということで今回うちが使っている、あれ、それ首伸びるよ。ん？あ、首伸びんのこれ、ここ、すごいね。え？こんな伸びんの？すごいじゃん。それがメリットです。それ。確かにね。確かに高さ出せんでいいね。でこれも一応タイマー機能もついてます。2時間と4時間のタイマー機能があります。これ俺気づかなかったな。首伸びるんだ。うん、そう。一応まあこんな感じで今回は3つのですね扇風機を紹介させていただきました。まあ、うちはですねワンコがいるので、まあ、これだけの数用意してるんですけど、まあ、ご家族の方とかであれば、まあ、強いのが3つあった方がいいよとか、まあ、そういうのもあるかなと思いますので、この辺の使い分けっていうのは、まあ、それぞれのご家族の方によるかなとは思います。ちなみにこのこれはカインズのウェブでも買えて4980円税込み、うん、連続使用時間は今日で4時間で弱だったら17時間、うんうん、まあどの風量でやるかによって使える時間は違いますよということで、まあ、4時間以上は使えます、うん、今日で。このビッグマンに関しては最大風量で6時間で最小だと24時間。そんな使えるんだね、うん、めっちゃ持つね。でマキタはこのねこのバッテリーどの容量を買うかによるんだよね、うん、だからこれはマキタのホームページでちょっとご確認いただいた方がよろしいかもしれないです。よろしいかと、よろしいかと思います。じゃあ一応そんな感じでいいかな。3つのね扇風機まあこれから夏で皆さん扇風機使われると思いますので、ぜひ、まあ、こういった扇風機もお選びいただければいいかなと思います。はい、それではまた他にもですねキャンプの動画出していますので、ぜひそちらの動画も見ていただきたいと思います。モデル犬のエルもお願いします。エルも連れてきちゃう。当たり前にしようよ。エルすごい一番働いたんだから。爆睡してんだよ、だってはい、いやぜひ他のキャンプ動画も見ていただけたら嬉しいです。それではキャノエ家族でした。さようなら。かわいいでしょ。さよならダンスっていうやつですか。さよなら。じゃあさよならダンスっていうことでいいですか。うん。